はい、皆さんこんにちは、トリクサバックヤードです。はい、今日はちょっと落ち着いた感じでね、ちょっと皆さんちょっとお話をしたいと思うんですけど、うちの方であのリブテックとグヌーとかすごい一泊性売ってるじゃないですか。それでそのこれこの間も見せたの箱にトラストマービンマニュファクチャリングって書いてあるの覚えてますか？そうです、あの箱の中にねトラストマービンマニュファクチャリング、こんな大きく書いてあるんですけど、じゃあそのトラストマービンマニュファクチャリングってどういう意味かっていうのをちょっと皆さんと一緒に考えてみたいですね。これってマービンの中では非常に大切なことなんですけど、皆さんにとってはどういうふうに考えてるかっていうのをちょっと今日は皆さんとちょっと話してみたいと思います。あのこのトラストマービンマニュファクチャリングっていうのは、これ直訳するともちろんこのね、ね、マービン工場ね、マービン工場を信じろっていうことなんですけど、じゃあこれどういうことかっていうことなんですよ。それで、皆さんも手元に多分リブとかグヌーがあったら分かるんですけど、面白いことにリブのボードもグヌーのボードもマービンメイドって必ず書いてあるんですよ。それでリブとかグヌーとかを使ったことない人に聞いてみたいと思うんですけど、皆さんが使ってるボードがどこで作られてるかっていうことを知ってますかっていうことがちょっと今日のポイントになりますね。自分のボードはライドだ、自分のボードは例えば日本製だ、自分のボードはバートンだとかっていろいろあると思うんですけど、じゃあ果たしてこれは何ていう工場で作られてるんだろうなっていうふうに考えたことがあるかね。それで皆さんそれを知ってるかってことなんですよ。で世界にはたくさんのスノーボード工場があります。オーストリアね、いうかをはじめするヨーロッパにあったり、アメリカにあったり、そして日本もありますよね。日本もすごいいい工場がいっぱいあります。そして中には東南アジアにあって、中国にありますよね。そして中近東ドバイにもあります。でここに大きな工場があるんですけど、その工場の名前をいくつ皆さんが知ってるかと思います。有名なところで言うと、工場の名前をすごく出して有名なところで言うと、まずマービンがあるんです。それ以外、ね、一般的に知られてることで言うと、2016年から始まっている、そしてマザーシップ、キャピタルの構造ですね。もともとエランっていうところです。エランからそのマザーシップに変わったんですけど、そのマザーシップっていう工場が、マービン以外で行くと大きくその工場の名前を打ち出している工場だと思います。いろんなメーカーがあっても、なかなか工場の名前が出てこない。じゃあ、それはなぜかっていうことなんですよ。リブとグヌーに関して言うと、これはどこで作られているか、マービンですよ。マービンはどこにあるかということです。マービンはアメリカのシアトルっていうところ。じゃあなんでマービンがアメリカのシアトルにあるかってことなんですよ。それは大きな理由があって、マービンがあるシアトルには飛行機の会社ボーイングっていう会社があるんですよ。このボーイングっていう会社は飛行機を作ってるわけですから、飛行機に使うこのいろんなその素材が集まるわけですよ。ボーイングが全部それを作ってるわけじゃなくて、ボーイングが細かいそのパーツをこのシアトルにあるこの町工場にいろいろ発注するわけですよ。じゃあ飛行機に使われてる素材は何かってことですよ。木があって、カーボンがあって、それバルサがあって、それでグラスファイバーがあって、スチールがあって、これを考えるとほとんど全てがスノーボードで使えるこの材料なんですよ。ですからボーイングがその飛行機を使ってすごく大きなこの工場で動くわけじゃないですか。でいろんなこの町工場がこうやって動くじゃないですか。ですから一番初め始まったスノーボードの工場、ちっちゃな工場でも町工場を頼るとスノーボードが作られた材料が集まったのが実はシアトルなんです。だからマービンはシアトルを選んだんです。それが大体にあの1970年代の話です。で1970年代からだん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 こうやって起こって、マービンっていう工場は、ね、リブ・グヌーですよね。ここは初めから今までずっとシアトルで作ってます。一時だけ、本当に始まって一時だけオーストリアで作ったことがあります。それ以外はずっとマービンはアメリカのシアトルで作ってます。それでね、これメイドイン USA っていうことを言ったりとか、メイドインニアカナダ、ね、カナダの近くで作ってるっていうのを言ったりとか、ずっとこれを言ってるんですね。それで面白いことに、その彼らが作ってるスノーボードには必ずマービンメイドっていうのこのハンコが押されてるんです。ではね、リブにしてもブルーにしても、なんでこのマービンメイドっていうハンコを押すかってことなんですよ、ね、例えばロームの板こうやって書いた時に、でプレイメーカーのハンコが押してプレイメーカーってこうですけど、プレイメーカーのハンコが押してあるかってことです。それで例えばアーバーの工場、ドバイの工場のハンコが押してあるかというと、それは基本的にないことなんです。日本製のボード、日本製のすごく高級なボード、それですごく性能のいいボードは、例えば小笠原で作っている方で知ってる人もすごく多いと思います。だからスノーボードやってる人間にとっては、どこの工場で作ってるかというのは非常にまず大切なことになります。それでじゃマービンはこのアメリカで作ってるっていうことに対して、すごく彼らはそこのところにこだわりを持っているんです。彼らの中ではこのメイドイン USA というのは非常に大切な要素なんですよ。先日僕も YouTube の方で話してたんですけど、
ね、リブのボールがすごく値上がりしたじゃないですか。一回値上がってとか、適当また値上がったじゃないですか。中にはこれは納得できないという人もいっぱいいると思うんです。それは全然理解できないんです。ただ彼らはそういった問題があったとしてでも、やっぱりこのアメリカの工場を移さないっていう彼らの理由があるんです。例えば大きな工場、大きなメーカーについては、例えば、ね、そのスノーボードがずっと発展途中の中でアメリカに工場があったのはアメリカに生産コストが合わない、ね、レーバーコストが合わない、これ人件費がすごく高くてそれアメリカで作ることがすごくできないってなった工場は、みんな生産向上性を高めるために東南アジアや中国に工場を移したんです。で工場を移すことによって、その地域地域の安い労働賃金を使ってスノーボードを作ることによって、安いスノーボードを作ってそれを市場に回して安いスノーボードが出るわけです。じゃあマービンはそれをしたかというと、それは求めてなかったんですね。それはなぜかということなんですよ。でなぜかということで考えたときに、彼らはマービンで働いている人たちは作っているものがスノーボードか、それともただ生産する商品なのかっていう違いをよく考えて作っていると思うんです。だからそれが自分たちの生活に関係ない商品であるならば、どこで作ろうか関係ないっていう考えがあるんです。別に中国の工場を使うこととかドバイの工場を使うことが悪いっていうことじゃないんです。それは会社会社の方向性やターゲットプライスっていうのが決まってるから、それは全然それでいいんです。ただマービンに関して言うと、そのターゲットプライス云々とか、このね、生産管理性、生産コスト性を考える云々よりも、彼らがアメリカで彼らのそのものを作り続けるっていうことにすごく大きな意義を感じてるっていうのがあるんです。なぜかってことですよ。じゃあシアトルで作ってて、じゃあどういう人たちがそのボードを作ってるかということなんです。マービンで働いてる人たちがほとんど全てがスノーボーダーやスケートボーダーです。つまり工場で働いてる全ての人がスノーボードをやるんですよ。で彼らの立場で考えると、彼ら自身で自分たちのおもちゃを作ってるんです。おもちゃを作って、楽しいおもちゃを作って、それをみんなに分けて売ってるっていう感じなんです。一方、中国やドバイで作ってるというわけは、もちろん工場のマネージャーはスノーボードを理解してるんです。じゃあ果たしてライン上で働いている人たちがスノーボードをしたことがあるのか、そしてスノーボードについて理解できてるのか、こうやって板を持ってきた時に、これはじゃあ何に使うのかって、どこまで理解するかって、どうやって遊ぶかって、それをどれだけの人が理解してその工場を回しているかということですごく大きな違いがあります。日本で言ってみるとすると、例えばお寿司屋さんだとしますよね。お寿司屋さんのさ、こうやってこうやって作るんだよってやった時に、全然知らない人、海外の人ね、アフリカの人とか、例えば他の国の人が、いやこうやって、あ、分かった、じゃあライスボールを作ってその上に刺身を乗せればこれでお寿司でしょっていう考え、これで何か分かんないけど、これ多分僕食べないんだけど、これこういうの作るんだよね、僕のこれ生なんか絶対食べないけどこうやって作るんだよって言ってるような感じで考えてるっていうのが彼らの中であって、自分たちで作るもの、ね、自分たちで遊ぶものは自分たちで作るっていうのは当然じゃないか、だからこそ彼らはアメリカ製にこだわってるっていうのがあるんです。だからどんなにレーバーコスト、この労働賃金が上がろうが、どんなに世界情勢が変わろうが、マービンに関して言うと、メイドイン USA っていうのはやっぱりプライドを持って作ってるんで、彼はそれを変えるつもりが全くないんです。一番考えなきゃいけないことは、自分たちで自分たちの楽しいものを作るか作らないかっていうところなんですよ。だから、マービンのボードを考えたときに、トラストマービンマニファシー、ね、マービンで作ってるものは信じてくださいって書いてあります。それで、他のメーカーいないところで言うと、まるで日本の農業のように、板一本一本に、このクラフトマンステッカーとか貼ってあるんですよ。最終的にこのフィニッシャーが誰かっていうのがペタ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 って貼ってあるんですよ。それはまさしくマービンの誇りの証なんです。彼らはそれを自分たち遊ぶものを自分たちの遊ぶ国 USA で作るっていうことに対してすごく大きな誇りを感じてるんですよ。だからこそみんながこのマービンとかリブやグリーンについて親しみを持って、非常にプライドを持って、非常にこの作ること、滑ること、遊ぶことについて誇りを持っているっていうことです。その総称の証があの箱に書いてあるトラストマービンマニファクチャー。だから僕も一回マービンの工場には行ったことあるんですけど、そんな綺麗な工場がなかったりするね。工場の中にこうやってバックセットリンコードがついたりとか、ね、こうやってスケートボードでこうやって動いたりとか、持ってそのことバーンって、ね、スケートボードでプッシュしながら動いたりとか、普通の生産管理から考えるとそんなのでありえないですよ。ただ彼
彼らは彼らのその生き様の中でそのスノーボードを作るっていうことをすごく考えてるから、自分たちのライフスタイル、自分たちの生活スタイル、それ自分たちのこの遊びのスタイルを変えずに自分たちが納得できるおもちゃを作るっていう考えでマービンの連中は動いてる。だからこそリブレックグヌーはメイドイン USA にこだわり、トラストマービンマニュアクリングっていう言葉をずっと使い続けてるんです。明日ぐらいトラストマービンマニュアクリングがマービンメイドって言ったら出てきますけど、そこに彼らのスノーボードが他のスノーボードと一番大きく違うところの意味があるということです。これを踏まえてマービンのこのリップとかグヌーを乗ってみてください。なんとなく自分がこのボードを乗ってると楽しいなと思うことが分かってくると思います。それを皆さんにも分かってもらいたいと思って今回の動画を作りました。トラストマービンマニュアクリング、自分の板を見てください。マービンメイクラストマービンマニュアクリング書いてください。それを皆さんも考えてこの冬を過ごしてみてはいかがでしょうか。ということで今回もこのリップとグヌーの話です。よろしくお願いします。